はいどうもコミです。さて本日はこちらフォックスセカンドさんにですねお邪魔をさせていただいております。でこちらフォックスセカンドさんというクランさんのサブクランでして、同じく AB さんという、まあ、それぞれ JWC のタウンホール13に属するクランさんなんですけども、その両クランさんで JWC お疲れ対戦やろうということでですね、それぞれ有効のあるクランからメンバーが集まってのそのミックスクランの合同対戦みたいな、ミックスクランって言うと変かな、そのなんていうのかな、まあお祭りイベントですね、13オンリーの50人対戦という感じのイベントに、参加をさせてもらいました。で本日から4回にわたってですね、その中での厳選リプといっても、まあ、めちゃくちゃいいリプがいっぱいあるんで、結構数が多くなってしまうと思うんですけど、1本あたりの、まあ、リプレイ数がお届けしたいというふうに思うんですが、まあ何せ本日ちょっとまずですねお話ししたいのはこちらですよね。これいやー多分12月のアップデートでしょ、来ましたよね。めっちゃくちゃね、もう熱すぎるというか、なんとなんとですよ、スーパーユニットの仕様が変わる。まあ性能は変わんないんですけども、まず一つは、発動期間が現在7日間、1回解放すると7日間使わなきゃいけないという状態なんですけども、これが3日に短縮される。まあこれも結構まあすごいですよね。すごいんですけども、その次ですよ、これなんとスーパーユニットを同時に2体発動できる。これがやばくないですかって、おまけにですよ、通常バージョンのユニットも訓練できるようになります。これね、どういうことかというと、例えばスーパーウォールブレイカーを使っている人は、バネトラップでスーパーウォールブレイカー飛ばされて、おーマジかよーみたいなことってありませんでした。これを普通のウォールブレイカーで罠解除してからスーパーウォールブレイカー打ち込むみたいなね、そういうことがまずできるようになるわけじゃないですか。でおまけにですよ、僕ねどうしても試してみたことがあるんですよ。これスーパーネクロマンサーと通常ネクロマンサーのコンビネーション、これね絶対絶対に使えると思うんですよね。でおまけにそれプラススーパーウォールブレイカーも使えるわけだから、呪文枠をクエイクやジャンプに割くその2枠分とかをちょっと減らすことができるんじゃないかななんていうふうに考えたときに、いやそこをライトニングに割くとかね、いろんな戦術の幅がこれめちゃくちゃ広がって、今もうすでに強いネクロマンサーがさらに強くなっちゃうんじゃないのみたいな、もうところでめちゃくちゃ期待をしております。これはぜひ試したいですね。アップデートが来たらもう早速やってみたい、戦術のうちの一つかななんていうふうに思って、期待しています。まあそれ以外にもこのスーパーポーションというですね、ダークエリクサーがなくても、スーパーユニットが解放できる、まあタウンホール11、10ぐらいの方で、特にですね、11、12かの方でダークエリなかなかヒーローとかに使わなきゃいけないよっていう方、スーパーユニットがなかなか使えないんですよね、対戦とかで。そういう時のための多分これは救済処置ということですね。で、こんな、アイテムも出てくるので、まあ、幅広い層にスーパーユニットが浸透するんじゃないかなというふうに思うのと、あとまあ小ネタですけども、7から3日に短縮されますけども、発動にかかるダークエリクサーがそれぞれ25,000減少します。若干、コスパは悪くなってますね、ダークエリコスパは。まあまあ、若干ですよね。そんなにまあ、ファーミングに対する影響は微々たるものかなと思うんですけども、まあ、そんな感じの変更がね、来ましたんで、早速ちょっとね、本日紹介したいというふうに思って撮っているというところでございます。んで、早速ですね、本題の方行ってみましょうか。まあ、これも本題じゃ本題なんですけど、ネクロマンサーのアタックですね。まあ、今どんな風なネクロマンサーが流行ってんのというところをですね、まず見ていきたいと思うんですが、これまず通常のネクロマンサーですね、いきたいと思います。合計4本ですね、リプレイご覧いただきたいと思うんですけども、これガッツさんの、オデヒーカーのネクロラッシュってやつですね。どういう形の戦術かっていうと、こういうですね、投石機と、あと、ね、クロスボウなんかがこういうふうにまとまっている配置に結構使います。こういうふうにライトニングで、投石クロスボウを折っていって、で、ライトニングクエイクですね。で、オデヒーのところとこういうふうにですね、何か直線で深くこう、削りを入れるんですね、ここに。入れたらネクロを、そのまま両側どうしてもいいんですけど、今回はこの三次側ですね、から出していって、ドドッと中に突っ込ましていくと。絶対にここ削れてるんで、ネクロが反れることがないというのが、この攻め方の、特徴。プラス、ネクロマンサーの天敵である、
透析機ですね、こいつを序盤にライトニングクエイグで折っていくことによって、その後、ネクロマンサーが、まとめてやられてしまうというリスクを最小限に留める、という形ですね。これうまいですね。ネクロ1体出しておでんが釣られないようにして、完全に大砲までおまけのカットを決めてからネクロ本体をドババババババッと出していくというこの順番もまた肉ですね。細かいところですけども本当うまいなというふうに思います。アイスゴーレムでしっかりと、これ相手のババキンのターゲットを取って、ストライカーでこれを処理、バーバリアンキングがこのおかげで延命しますね。相手のマージャークイーンに対してはスケルトンが対応していくのでこれも全然、大丈夫。スーパーウォールブレイカーでこの壁の穴にも開けましたよね。これをやっちゃうとスーパーネクロが使えないんですよね。スーパーネクロプラスのスーパーウォールブレイカーっていう組み合わせはまあ基本ないので、でも今度からそれができるようになっちゃうんですよ。これやばくないですか。で結局スーパーボールブレイカーって、まあ、いろんな戦術にもうハマり方がすごいえげつないぐらいハマるんですよね。で使い勝手がめちゃくちゃいいんでみんなこればっかりやっぱり解放しちゃうところに今度スーパーボールブレイカープラス何かっていうことができちゃうので、もうそうするとやっぱりねスーパーネクロマンサーでしょって僕は思っちゃいますね。足が遅くて壁につかまるとなかなか前に進まないからジャンプの呪文とかをどうしても、使わされてしまうこのスーパー、ネクロマンサーが今度スーパーウォールブレイカーの登場によってかなり使いやすくなるって、ここも美味しすぎるなっていう感じだのと、いやこれもうまいな。しっかり相手の防衛援軍を釣った瞬間にポイズンフリーズでスーパーガーゴイルの、ダメージほとんど無効化してますね。アーチャークイーンがこのおかげでしっかり中央部をえぐり切ってます。ヒーラーは今アーチャークイーンについてしまったところにシングルインフェルノのターゲットを受けてしまってちょっときつかったんですけども、ギリギリ逃げましたね。で、この壁の中、ここですよね。最後、どうしても残っちゃう領域がここにあったんですけども、そこにはしっかり突撃艦プラス EAT をつけて対応。この突破兵器の使い方もおしゃれというか、贅沢というか。まあ、でもこんな風に、ネクロマンさんが壁を殴らなければ、処理できない、こういう部分ですね、こういう区画が最後残っちゃうと、そこで全部ネクロがやられるっていうケースが、まあ、特にスーパーネクロもそうですよね。これまであったんですけども、今だからガッツさんはそこを突撃艦でケアした、まあ、形になるわけなんですが、これからはスーパーウォールブレイカーをここに当てるっていう戦術もできちゃったりするので、まあ、ネクロマンサーの使い勝手の幅がとどまるところを知らないね、形になってくるんじゃないかなと、まあ、そういう次元にいよいよ突入して何使ったらいいのっていうね、逆に困っちゃうぐらい、そうだな、逆にあれですね、これ何使ったらいいか分かんなくて困っちゃうかもしれないですね今めっちゃ下打ちしちゃったけど、あーって思ってそういうことか。いやーこれ迷うな。まあでもね、やっぱりネクロマンサープラスウォールブレイカー、スーパーウォールブレイカーは一つの形になるんじゃないかなっていう気はしますよね。で、ネクロマンサーの次はスーパーネクロマンサー見てみたいと思います。これもすごいね、パワーゴリゴリなんですよ。で、そこに対して、どんな風な、守りのね、守り方ができるかっていう、まあ、前回になってるんですけど、まあ、その攻防のバランスを見てもらえたらなと思います。で、これ今回、ウォールブレイカー6体通常のものを積んでいますよね。で、これがスーパーウォールブレイカーになるので、何せも事故率が格段に差があると、もう壁開けほぼ確実にできちゃうっていうレベルになるんじゃないかなって思います。アイスゴーレムをしっかり当ててから、これですね、スーパーネクロマンサーを出して後ろからビッグボーイ。今これ、投石機器でほら、ウォールブレイカーやられちゃいましたよね。で、ギリギリ壁が開かなかったんですけど、なんとかここを殴り開けることができた。こういう事故がもう起こらなくなるんだよね、スーパーウォールブレイカー使えば。だって今6体のウォールブレイカー使って12枠でしょ？それが8枠で確実に開くんだったら、もう完璧にそっち行きますよね。なんなら、まあウォールブレイカーでバネトラップの解除したとしても、2枠使って10枠。全然2枠分お得なんですよね。だから壁に対するアプローチがもう全然楽になっちゃうっていう。でそうなってくると、これですよね。スーパーネクロマンサー見てほしいんですけど、ちょっともう拡大しますね、ガガガッと。マルチインフェルノ、タウンホール、あとは、防衛軍。完全に火力高いんで、ここでトームをかけていきますね。でもトームが切れちゃうのかな、これ。切れちゃうけども、フリーズかけてる一瞬の間に、ガンガンビッグボーイは壁を殴り開けて、で、中に入る前にもうスーパーネクロマンサーが圧倒的な攻撃力で、タウンホール落とすんですよね。で、さらにマルチインフェルノ黒3本がガンガン打ってんですけど、見てこれ。全然体力がね、持っちゃうんですよね。一匹赤いスーパーネクロがいるかな？いるけどさ、回復してんじゃないですか、じわじわと。
こんなんどうやって止めんのよってね。ここにあれですよ、シングルインフェルノがやっぱり天敵になってくるんで、今までまあそこに注意を払う必要があったんですけども、もうこれから別にシングルインフェルノだってさ、もうスケルトンがタゲ取ってくれちゃったらそのまま、いや押し切れちゃうと思うんですよね。スーパーネクロマンサーとネクロマンサーそれぞれやっぱり足が遅いっていうのは共通していますけども、ビッグボーイっていうそのスーパーネクロマンサーが出すこいつ、この骸骨とあと普通のネクロマンサーが出すスケルトン、これに大きな違いがあって、ビッグボーイって足遅いんですよね。スーパーネクロマンサーと同じくらい足が遅い、まあ、だけどもう近接攻撃なので、スーパーネクロマンサーの前に立つっていうことになるじゃないですか。で前に立つで、普通のスケルトンをじゃあ見た時どうなるかっていうと、彼ら足が速いのでシングルインフェとかがあったら真っ先にそっちにこうビッグボーイを守るようにスケルトンが前に出てくるんですよね。だから言ってみれば、今からちょっと見てもらいたいサービス終了系編成でゴーレムとか使うじゃないですか。あのゴーレムがビッグボーイだと思ってもらうといいと思うんですけども、ゴーレムがまずビッグボーイがターゲットを取っているうちに、後ろからスケルトンが出てきて、でスケルトンが今度ターゲットを取っているうちに、後ろからビッグボーイがまた出てくるっていう、こういうね波状の攻撃が生まれると多分もうシングルでもマルチでも止めらんないんじゃないのっていうね気がしてこないですかね。僕そういう気がするんですよね。めちゃくちゃだからこれからのその新環境楽しみでもうしょうがないなっていう感じがしますね。で今柴田さんを映そうと思ってしまった。ちょっとごめんなさい、柴田さんじゃないんだな、申し訳ないです大変申し訳なくて、こちらですね、カネゴンさんのアタックかな、これ見ていき、行きたいというふうに思うんですけども、これかな、あ、これですね。サービス終了系のドバ出しですね。こういう攻め方もあります。ここにやっぱり今、ゴーレム2体、アイスゴーレム2体ですけども、このうちの何体かをスーパーネクロマンサーにするっていうのも、ゴーレムの代わりにスパネクですよね。そういう可能性もこれから出てくるのかなっていう気がします。ゴーレムってやっぱりまあ、突破力はないし、やられちゃったらそれでおしまいなんですけども、ビッグボーイだったらまたね、スーパーネクロマンサーが復活させられるので、さっき言った波状攻撃がこういう形でも使えるかもしんないですよね。で、ライトニングクエイクでこれは、クランジを落としましたね。で、投石機が2個残ってるんですけども、片一方はアイスゴーレムがターゲットを取って、もう片一方は、ウォールバスターがターゲットを取って、でそれぞれ2軍に分かれて、左右、部隊、それぞれ別に進行していくんですね。これ面白い攻め方になってるなっていう気がいたしますけども、こんな感じでゴリ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 と押していっちゃうんですよね。で、ちなみにこのね、ドバ出し系のサービス終了編成、まあ、どういう風に使えばいいのかなっての自分なりに、最近ですね、牛のクランの三毛猫さんがよく使ってらっしゃるんで、攻めとかアドバイスなんかを聞きながら、自分の形にもしてみようと思ってちょっと頑張ったことがあるんですけど、やっぱりですね、序盤になるべく高火力とぶつかるってことですね。今回カネゴンさんが攻めたのってここですよね。この半分に切った場合に前半部分に投石機があって、これを早めに突破したいという、だからゴーレムとかアイスゴーレムが生きていてターゲットを取ってくれるうちに序盤の、投石機ゾーンを突破していって、で最終的にここの、タウンホールに関してはトームで乗り切っていくっていう、まあそういうような形を取っていましたね。いうようにやっぱり序盤に、効果力を一気に潰してしまって、あとは惰性でなんかいけそうだなっていう、まあそういう火力が偏っている配置に対しては特にこの攻め方が有用なんじゃないかなっていうふうに思いますね。さて、ですね、最後、自分のすみませんアタック1本だけ紹介させてもらいたいと思います。今、お話しした内容っていうのが、自分なりにその攻めに、反映させるとこんな感じに、あ、違うわこっちですね、こんな感じになりますよってこと、ダンテさんすみません、展開いただきました。ですね、ダンテさん仲いいと思ってるんですよ僕はアニマルパークコーさんっていうねクランさんって、昔から関西クラクラクラブとこう交友があってですね、よくお互い行き来しながら、やってるんですけども、イーグル砲と投石機ですね、ここ なんでね、この後ですよ、ライトニングをこの大砲に打ったかは本当に謎ですね。投石がライトニング足んなくて壊しきれなかったっていう、何してんのよって話なんですけども、これ完全にミスですが、この配置見てもらうと、今ここにイーグル投石がありましたよね。だから、半分にこう割った時に完全に、下半分に
高火力施設が集まってるんですよね。防衛軍もヒーローもいるでしょ、マルチインフェもあって。で上の方を見てみるとシングルインフェだし、あとまあクロスボウがあるけどまだタウンホールぐらいですか、怖いのは。だから圧倒的に下に火力が集まってるんですよ。でこういう場合ってむしろこのサービス終了系がすげえ良くて、速攻で一気にゴーレムからのアイスゴーレム出して後ろからネクロドバ出ししてケルトンが今すげえ気持ちよく出てきましたね、このワッてあれ好きなんですよね。で、ウォールバスターのアーチャークイーン、バーバリアンキング、グランドボディ一気に出してポイズン先打ちしてるんでゴーレムが結構持ってくれましたね。でその持ってくれてるゴーレムがやられたところら辺でトームをかけていって、一気にこの相手の防衛軍マルチインフェルのアーチャークイーンとかグランドボーデン等々をまとめて叩き寄ってきます。でこうするとあとはもう怖い施設が投石ぐらいしかないんですよね。これまあ壊しそこへの投石ですよ。これ本当はライトニングで壊せてるはずが、まあ、攻撃のおかげで散々このね、右側行ったネクロマンさんがやられるんですけど本当になんてことをしてしまったんだっていう感じですよね。はい。で、こんな感じで、もう序盤に相手の怖い施設をみんな潰しておきさえすれば、そこから先はそんなに怖くないよというね、形が作れるのがこの、サービス終了系の編成のいいところですね。あ、違う、これネクロマンさんがやられたのはなんかあれか、シングルインフとかに散々捕まったんだ。あー、迫撃砲と、なるほど、宝石機はあんまり関係なかったですね。まあでもまあ、そいつがあったおかげでちょっとロイヤルチャンピオンの使いどころが変わってきちゃったりもしてるんで、まあ、何をしてるんだってとこは変わんないけど。でこうなってくると序盤に結構ですねユニットがやられた風に見えるんですけども、ネクロマンサーってやっぱ 3,4 体生きてると全然やっぱそこから先終盤の伸びが違うんですよね。スケルトンが地味にこうターゲットを取ってくれるんで、もう大砲とかは全然怖くないし、なんならあとウィズ島と迫撃砲とボムタワーがちょっとまあ怖いけども、もうこの時点である程度全開が見えてくるというか、やっぱり序盤に火力が集中してるところを殴れる。でかつ今回のダンデさんの配置の場合って壁の隙間がすごい空いてるんですね。こういうとことかこういうところ、こういうところもそうかな。で、正味、壁を壊さなきゃ、突破できない施設っていうのは、もうタウンホールぐらいしかないんじゃないですかね。これ以外みんな、こういうふうに壁を壊さないと、あと、このあれか、このクロスボウもそうかな。うん。この2つぐらいじゃないですかね。壁を壊さなきゃ突破できない施設って。で、そういうのが、少ない施設に対しては、やっぱり、こういうサービス終了系の編成をすると、壁を無視してどんどんね、ネクロマンサーが進行していけるので、ネクロマンサーとスケルトンかな、進行していけるので、割と刺さりやすいかな。火力がこう偏っていて、で、かつ、道がこうできてる。こういうね、隙間が多くって、壁を壊さないか壊さない防衛っていうのが、まあ、この辺の安い場もそうか。安い場でも壊せるな。ネクロマンサーが殴れますね、このクロスボンのとこから。この、まあ、だから、C っていうのはこの大工の小屋と、このタウンホールと、クロスボウかな。これだけが壁を、処理しないと、ネクロが殴れない施設なんですけども、まあ、そこら辺が、うまく処理できるルートさえ作れれば、一気にあとはね、ネクロの、スケルトンとネクロ本体で押し切ってきちゃうというのが、このサービス終了系の編成のいいところかなっていうふうに思いますので、火力がね、偏っている配置結構苦手な方多いと思うんですけども、まあ、そういうところを逆に逆手に取る、攻め方もできるんで、まあ、これからね、ネクロマンサー使う方はそういうところも注意してみてもらったら、なおさら、使いやすくなるんじゃないかなということと、まあ、これからスーパーウォールブレイカーとね、スーパーネクロマンサー、さらに普通のネクロマンサー、この3体の夢のコラボができるっていうのがもう楽しみで楽しみで仕方がないっていうね、話なので、皆さんで、ね、アップデートを楽しみに待ちながら、一緒にね、盛り上げていけたらなというふうに思っております。はい、というところでですね、本日の動画を終わりにしたいと思います。もしこれね、参考になりましたよということでありましたら、チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いいたします。またですね、タウンホール11、12、13の動画、幅広くこれからも扱っていきたいというふうに思いますので、ちょっとしばらく13が多くなっちゃうかな。ところどころ、こう、11、12も挟みながらいきたいと思うんですけども、ぜひですね、またこれからもご視聴いただけたら嬉しいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。では、本日この辺りで終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。